皆さんです。さあ今回は何やら怪しい人が隣にいますね。これいかにも偽物のナーさんって感じなんですけど、実はこの中身はすごく悪い人ではなくて、ピグパ実況グループピクポケのマネージャーを務めているリサチなんです。今日はこの偽物ナーさんを使ってエリアやパーティーに潜入したらみんながどんな反応をするのか見ていきたいと思います。つまり本物のナーさんが偽物になりすますっていうことなんだけど、でもこれで信じられちゃったらそれはそれでちょっと不安かな。はい、まあとにかく検証スタート。さあビギナー集まれパークに来たよ。これ一旦周りから声かけられるか様子見てみよう。お、目の前に女の子来たよ。これもしかしていきなり声かけられる可能性あるんじゃない？ナーさんの偽物？いやその通りだけど、いやまあね、さすがにこれで一発目からナーさん本人って思われたらそれはそれで問題あるからね。本物ですか？あ、ほら本物ですかって言われてる。あ、これすでにちょっとだけ怪しんでんのかな。本物みたい。本物かな。やばい、なんか一発目からめちゃめちゃ信じられてるんだけど、これでいいのか。本物だったらどうする？フレンドお願いします。フレンドお願いしますだって。え、マジか。何このペコリ合戦これ。一発目からちょっと予想外なんだけど、あれこれさ、全然ナーさんにさ言ったらアバター似てないじゃん。似てないのにこんなに信じられちゃうっていうのはちょっとどうなんだろうな。普段からナーさんの偽物もこれぐらい信じられちゃってるってことでしょ。まあ一応フレンドいいよって答えておいたけど、多分偽物。あ、やっぱまだ怪しんでる部分はあるんだね。まあでも一発目のマップからかなりびっくりする展開だったね。お部屋行きたい。それは今はきつい。全然部屋違うから。今クエストとかやってるからまた今度ね。次は渋谷キュン広場。ここではどうかな。え、待って、ナーさんいるって言われてる。やっほー。ガチ？え？これはかなり信じられてるね。ちょ待ってて、ナーさん。ただこれ信じてもらえるのがいいのか悪いのかは何とも言えないな、ほんと。ナーさん？この子めちゃめちゃテンション上がっちゃってるもんね。え、ガチ？ガチではない。コメに乗せてもいい？コメに乗せてもいい？いや別にいいんだけど、いいんだけどこれ、信じちゃってるな。一緒に写真撮ろうだって。これさ、ナーさん前向いて写真撮るときはさすが気づいてくれるかな。はい、じゃあ前向いてっと。いやまあ確かにこの中身本物のナーさんなんだよ。だけどまあちょっとこれを信じられちゃうのは違うから。だってこれさ、他人でも信じちゃうってことじゃんね。まあ、ほんと今回はたまたまこの偽物ナーさん本物だけど、普段はねこういう人いたら絶対偽物だから信じないでね。そういう写真撮影頑張ってくれてるんだけど、ナーさんの本物と偽物の違いわからんのか。ただね、こうやってナーさん好きって思ってくれるのはさ、ほんと嬉しいよね。はい、写真撮影完了しました。なんかこの子たちほんとね申し訳ないから、今度本物でちゃんと写真撮ってあげたい。一旦戻るね、またね。あれ、ちょっと待てよ、なんか思ってたんとちゃう。ナーさんが思ってたのは本物なわけないじゃん、ナーさんに言いつけてやる。うわー、ナーさんの偽物だ、こいつのこと叩いたろ、ブカン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 とか、そういうやつなわけ。これじゃあさ、もう偽物でも誰でもナーさんになれちゃうじゃん。ってことでこのまま終わるわけにはいかないので、もうちょっと様子を見ていきます。見て見て、 YouTube 撮影映りたい方来いっていうパーティーあるから、これ行こっかな。これでナーさんさ、どっかの誰かの動画映ってたら笑えるよね。お、参加リクエスト許可された。あ、ナーさんの偽物来た言われてるからもうバレてるわ。いや本物だね。いや本物ちゃうわ。ナーさんでーす。リサチにも似てる。え、この人すごい、リサチにも似てるって。その通り。嘘つくな。めちゃめちゃ叩かれてる。いやこれが普通、これが普通。ナーさんか。ナーさん。いやナーさんじゃないよ。ナーさんに訴えるぞ。いやいいね、そういうの待ってた。ナーさんはそういうのが欲しかった。いやだってさ、こんなんでナーさん本物だって思われちゃちょっと困っちゃうよね。それはそれで、あ、偽物だから部屋から追い出されちゃった。偽ナーさん消えた。でもこれが正しい。ちょっとまあ一瞬でもお邪魔したからエール送っとこう。撮影頑張ってください。なんかこれさ、観覧コメントだとちょっとだけ本物っぽくない？なんかたまたまやりすぎ丸とかいういじめ学園見つけたから、これ行ってみよう。こんなんいじめ学園に偽物なんて来たら絶対いじめられちゃうでしょう。ちなみに小中学生の皆さん、いじめは絶対にダメだよ。なりすまし来たぞ、死ぬ。ナーさん愛してる、付き合って。いいよ、ハート。いいの？付き合うんだ。えへへ。ナーさんはこんなんじゃない、こんなナーさんは嫌だ。嫌がられた。いや、まあ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 、うん、そう言ってくれる方が嬉しいよ、ナーさんは。
めっちゃ乙女。ナーサこんなんだと思われたらめっちゃ嫌なんだけど。可愛いね、ナーサ。ありがとう、愛してる。騙されないでね。私ナーサフォローしてるけど、ナーサじゃない。そうそう、やっぱりこれね、騙されないでねっていう注意喚起とかしてくれるのは本当ナーサとしてはすごくありがたい。なりすまし楽しい？偽物や。今たまたまこの偽物の中身ナーサだけど、普段は全部本当に偽物なわけだから、こういう対応をしてもらいたい。まあ、ここの子たちはよくわかってるから、これぐらいで終わりにしとこうか。ごめんね、みんな好きでなりきりしちゃっただけなの。大丈夫だよ、全然いいけどさ、プロガとかはやめとこ。あー、ナーサ今プロガこれだからね。確かにね。わかりました。ナーサ騙されないでね。待って、やば、偽物じゃね。どんどんわちゃわちゃしてきたんだけど、まあ、このぐらいにして一旦帰ろうか。ねえ、ちょっと待って、このタイミングでナーサの偽彼女パーティー見つけちゃったんだけど、参加するか。今中には4人で、うわ、またみーちゃんもいるんだけど、まあ、試しに参加リクエストしてみようか。ちなみにこのナーコっていう子は超有名なナーサの偽物彼女だから、これほんと本物じゃないからね。みんな気をつけて。リサチ、あれ、なんかバレた？そしてパーティー主のナーコがいなくなっちゃったんで、このパーティー入れなくなりました。なんかいろいろナーサの話されてるけど、ナーサも書き込もっかな。うふん。あ、なんかナーサの偽物がここにいる。なんかうふんって言ってる人かな。ナーサの偽物、観覧に偽物のナーサがいるぞ。みんなすぐ偽物って気づいたね。ナーサは優しい人と付き合うんだろうな。そうなのかな。ナーサみんなにバカられててかわいそう。しかも今回本人が偽物やってるからね。まあ、こういうパーティーにいるような子たちは本物のナーサのことにも詳しいから、偽物に騙されるってことはなさそうだね。ナーサはこういう人たちみたいな人じゃなくて、優しい人と付き合ってほしい。あ、はい、頑張ります。ナーサめっちゃ彼女いるよね。いや、ほんとナーサこれが事実だったらね、めちゃくちゃ大浮気者だからね、やばいよ。ついでに妹は100人ぐらいいるし、まあ、パーティー主もいないんでこんなもんにしときましょう。お、ちょっと待って、ピクポケメンバーのダッキーが今オンラインになってるから追いかけてみよう。お、ダッキーのお部屋だ。ヤッホーダッキー。え、ナーサでくそ。ダッキー頑張ってるか。誰？これダッキー怖いだろうな。いや、しかもこのリサチのアカウントってダッキーとフレンドだからね。え、ダルすぎて笑ってる。マジおもろいんだけど、この状況。誰だと思う？当ててみて。これダッキーめちゃめちゃ困ってるよ。リク？全然違うわ。わかんないの？わかりました、リサチさん。おお、ピンポピンポピンポーン。正解はリサチに協力してもらってるナーさん本人でした。怖いですよ、何してるんですかナーさん。ごめんダッキー、マジごめん。ということで皆さんどうでしたか。正直最初の方は偽ナーさんから喋らなくてもどんどん信じられちゃう展開だったから、これ大丈夫かなって思ったんだけど、後半になるにつれてしっかり偽物に対するいい対処をみんなしてくれてたかなと思います。なんか自分で自分の偽物やるって変な話だけどさ、偽物やってる人たちがどういう感じなのかって今まで分からなかったから、まあ、それなりに得られるものはありました。ただし皆さん、ナーさんでも誰のでも当たり前だけど、偽物なんてやっちゃいけません。ただ単にコスプレならいいんだけどね、まあ本物だと偽るのはやめましょう。今回こういう検証のためにナーさん自ら偽物やったけど、普段はこういうの全部ただの偽物だから、この動画を見てくれているみんなは絶対に信じないでください。ということで、この動画もし少しでも良かったと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録よろしく。また次回の動画も見に来てね。バイバーイ。